ねえねえ、お腹空かない？ハンバーガー食べて帰ろうよ。またヨッシーはハンバーガーを食べたいんじゃなくって、お目当てのあの人に会いたいだけなんじゃないの？そんなことないけど、今日は一人で行って思い切って告ってみれば？そんなことできない。じゃあ頑張ってね、バイバイ。4月30日、晴れ。今日、学校の帰り、駅前のハンバーガーショップに行った。いつものように、あの人が働いていた。今日こそは、なんとか話をしようと思ったけど、やっぱり言えなかった。あの人の前に行っただけで、心臓はもうバクバク。どうしよう、勉強も手につかない。目を閉じると思い浮かぶのはあの人のことだけ。あの人いるかな。どうしよう、今日友達もいないし。阿部くん、またあの子来てるよ。モテる男はつらいね。そんなことありませんってば。あ、ひょっとして店長に気があったりして？わしか、そんなことあるはずない。チンゲールなんちゃって。親父ギャグね。まあ大体阿部さんはあんな子供なんかより私のような大人の女が好きなのよね、阿部さん。ちょっと阿部さん、ほら彼女来たよ。阿部くん、君が接客して。はい。あ、今日は一人なんだ。はい、そうなんです。いらっしゃいませ。ご注文お決まりでしょうか？チーズバーガーとコーラください。ご一緒にポテトはいかがでしょうか？いえ、結構です。あ、それからスマイル一つください。
でお召し上がりでしょうか、それとも持ち帰りですか。店内でおいくらですか。はい、1億5000万円になります。失礼しました、370円です。はい、どうぞ。あ、はい、ありがとう。お席はあちらになります。はい、お席はあちらになります。はい、はあ、私がもうちょっと可愛かったらな。あなた一体ここで何をしているんですか。安田先生、校則20条第3項を知っていますね。下校時の飲食店の立ち入りを禁ず。はい、直ちにお帰りなさいと言いたいところですが、私も一人の女、そんな野暮なことは言わないわ。座って。先生ね、実はさっきからあなたのことをずっと見てたの。え？好きで好きで大好きで、でもどうしようもできない。相手に気持ちを伝える勇気がない。それが初恋。先生はね、本当はすごく嬉しいの。勉強ばかりしていたあなたが恋をしたなんて。先生、人を好きになれるってすごく大切なことよ。だってあなたはここに来るようになってとっても優しい女の子になったもの。あとは自分の気持ちを相手に伝える勇気。心の扉だって勇気を持ってノックしなければ相手は気づいてくれないものよ。はい、でももし嫌われたら。大丈夫、先生が恋のおまじないを教えてあげる。憧れマイボーイ、この呪文を3回唱えて祈りなさい。そうすれば愛の天使が舞い降りて、憧れてる人がきっとあなたのことを好きになってくれるはずよ。じゃあ頑張ってよ。はい、でも先生はどうしてこんなすごいおまじないをしているのに彼氏がいないんだろう。悪かったわね。だが私だってね、彼氏欲しいんだもん。ハンバーガーください。はい、ハンバーガー3つプリーズ。ハンバーガー、あとコーラ、コーラ LL サイズプリーズ。コーラ、あとじゃあポテトも、はい、ポテト1プリーズ。ポテト1。はい、よし、勇気を持って告白。愛の天使、どうか私の願いを叶えてください。私の思いがあの人に伝わりますように。憧れマイボーイ、憧れマイボーイ、憧れマイボーイ。呼ばれて飛び出せ、じゃ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 。
私たちは片思いの女の子の願いを叶えるラブラブエンジェル。ヨッシーからのオーダー入りました。ヨッシー、君の好きな男の子は誰かな？あのカウンターの中にいる髪がちょっと茶色い人で。みんな髪の毛が茶色いけど。わかるでしょ、一番かっこよくて。あ、今トレイを持っている人。あー恥ずかしい。誰だろう。すいません、あの、はい、カスタードパイ3つ追加で。カスタードパイ3つプリーズ。カスタードパイを3つ。あ、じゃあちょっと店長これ持っててください。今、うん、カスタードパイすぐ持ってきます。はい、少々お待ちください。はい。あ、あの人だ。早速行くのだぴょん。ラブラブエンジェル1号発射。ラブラブエンジェル。ヨッシーの願いを届け。なんだろう、この胸のときめき。矢口真理央36歳、彼女いない歴36年、今恋に落ちた。ヨッシー、君の願い通り素敵な彼氏を連れてきたよ。ヨッシー、君にぞっこん。嬉しい。違うやん、ええ加減にせえや。あれ、私は相変わらずハンバーガーショッピングの足を運んでいます。ただ前と違うのは、毎週日曜日に大好きな彼とデートするようになったことです。いや、ヨッシーの作ったサンドイッチ美味しいね。矢口真理央36歳、今幸せの絶頂。真理央さん。はい。あーん、そうか。あーん、おいしい。ねえ真理央さん、ダンスしましょう。